お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、トロ上げやっていきたいと思います。で、展開ね、ちょっと落ちちゃったんですけど、まあ一勝すればね、展開戻せるよというわけで、シーズンもね、あと1日切りました。17時間しかないです。やばいですね。はい、というわけで、急いでトロ上げやっていきたいと思います。で、デッキは、このね、神器デッキ使っていこうかなと思います。今期ずっとこのね、ゴブドリオールブレイカーですね。もう大流行してる。このデッキでやってたんですけども、なんか似たようなこんな神器デッキ、ちょっと昔に流行ってたやつが、今ね、再流行し始めてますので、この辺使っていこうと思います。さあ、で、今期はね、この人はホグなんですけど、クラロワリーグの僕、ポイントがちょっと大事なところにいて、世界大会本当に出れるか出れないかの、マジ絶妙なラインにいるんですよ。なので2桁取るのはね、最低条件として、マジで何位以内だったかな、覚えてねえんだけど、50位以内、30位以内、20位以内、なんか本当はトップに行けば行くほど多くポイントがもらえるんでね、ちょっと上位目指して頑張っていきたいと思います。さあ、ホグちゃんですね。ホグちゃん、ここはキング起動を刺してほしい、刺してほしいけど、なんかタイミングが絶妙にむずい。キング起動して届く、オッケーで、今バルキリー咲いたからこれも熱いよね。で、なんならユーナでちょっと竹取っちゃって、このムート延命しかも、いや熱い熱い熱い、え、めっちゃ熱くない？あー、でもうまいな相手。これバルキリーが間に合う、間に合うんだよね君。さあ、ここ結構いい攻めしたんですけど、クエイクウッドっていうオシャンティー防衛されちまいましたね。さあ、ホグ序盤ダメージ防ぎたいね。クエイクホグはやっぱゴブドリ防衛で使いたくないよね。使ってもクエイクで壊されるだけなんで、それなら攻めで使いたい。で、このデッキは、まあ、バルキリーがやっぱしんどいんですけど、バルキリー枯渇をさせるようなデッキですね。ムート、ダックプリ、ユーノ、ゴブドリ、いろんなね、バルキリーを咲かせるユニットがいますので、そういったところに、咲かしていきたい。さあ、まあ、ムートで、防衛しつつね。いやー、いい受けですよね。タルババがねえんだな、このデッキ。あれ、あったっけ？タルババがないって。なかなか攻めづらいですけど。あったっけ？俺が使っただけなのか。さあ、ここはね、一旦後ろからでいいと思います。無理に攻める必要はないと。今、テスラ壊れたっすね。これ結構チャンスっすよね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけチャンスで、こういうところで逆サイドとかも行きつつね。なんかいろいろ、いろいろね、おしゃれにやっていきたい。言うのが、言うのがもう一回走れ。君ならもう一回走れる。いや、いい言うのけだ。いや、あっち行け。うわ、強っ。さすがに、さすがにそれは強すぎ。あ、タルあったな。ナイス。で、クエイクなので、ちょっと攻めマジアちゃんを積極的にやってね、ダメージ稼いでいきたいよね。いや、このムート、バカ強いよ。ロケホン何体もやってくれる。熱いね。熱いね。さあ、そして、あのテスラをマジックアーチャーで射抜いていきたいよねっていう。いや、いい受けだな。いい受けだ。いい受けだけど、これは？さあ。バルキリーは溶かしつつ、いや、マジでバルキリーだな。でも今結構チャンスなんですよ。でもテスラかな？この辺に突破したいね、これ。いやー、うまい！うまいって言っちゃった、自分で。ちょっと、U の追加はバルキリーがどこに来るか。上に来た。居抜きていいんじゃないこれ。居抜けるこれ。ムート？いや、いい居抜き！しかもゴブリン残ってる。ナイス？いや、入ってる！熱い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 。さあ、俺も磨きたい。余裕がない。さあ、一応こっち切り返して、相手は左側来るのかな、これ。バルキリーホグクエイクとか来そうだな。さあ、狙ってますよね、これ。ここは守ってあげて、もうファイブ削りを始めてもいい気がする。ああいうのマジックアーチャーで射抜くの怖いっすよね、ちょっとだけ。おマジックアーチャーで射抜きたい。マジックアーチャーで射抜きたい。射抜きてえけど、僕は守ればほぼ勝ちなので、ここで焦る必要はねえよなっていう。いや、相手も鬼の許容してんな。いうのが走る。いや、ムートも入る。いや、いいっすね。いろいろ。お、これ来たんじゃない？来たよね。ファイブ圏内。ナイス。オッケー。まあ、グッドゲームというわけで、展開2度目ですかね。僕、いつも、いつもさ、動画撮ってるとき、展開行って展開戻ってを繰り返してる気がするんですけど、今回もね、展開待ってきました。ありがとうございます。というわけで、ちょっと皆さんもね、ほんと最終日、トラグでね、ぜひ、頑張ってください。よし。あ、この人もホグです。ロケホーミニペボンバーアイゴレス系ホグの人です。なんで、エリババ厄介ですね。スケも厄介ですね。っていう人だった気がします。いや、このダメージ結構いてんだよな。で、ボンバーもあるからな。
これをエリババで受けて、多分ドリル飛ばしたらドリルにはボンバーとかなのかな。うん、ロケット押し。さあ。で、警戒しながら、まあまあ、守っていきましょう、序盤は。相手のホグというか、ロケット押しをキング起動したいですね、僕は。さあ、えぐい。えぐい攻めが来たけど、ここで、こういう防衛をしてしまうと、このロケット押しに無双されるので、相手は多分それが目的なのかな。でも、うちの U の超人だからな、こいつ。めっちゃ走る。さっきからバカ走る。いや、これな、ホグな、完封する方法ドリルなんだけど、ドリル、攻める使いたいよねっていう。今、ボンバー相手裂いたよな。でも、エリババとかいるもんな。一回防衛でいいですね。さあ、防衛でムーツ出してホグ来たらラッキー。大体ロケ砲からまたね、無限に展開できるよねっていう。うわ。さあ、ドリルで守っていきます。これちょっと怖いよね。クエイクとか打たれないのか。ムーとこっち向かねえかな。さあ、ここはボンバーからちょっと処理してね。いや、いいね。いや、ドリル防衛でも強いかな。これ、アイゴレか、スケなんだよな。いや、スケの位置がうめえ。いやー、いやでも、ババが、届け届いたでかい。これ、U ので対応したら、多分逆サーブ来るんですよ。多分インドラがあるから出します。多分、4コス。ああ、来ないのか。で、今回って雪玉とかないから、インドラでホグこかせたら、まあ、でかいっちゃでかいっすよね。うん。ムート読みとかなのか。さあ、これ今、ボンバー裂いたから、結構熱い。うん、結構熱いよな。結構熱いけど、ロケット押しマジで邪魔。いや、マジで、ああ、うっともあるもんね。いや、いい受けだ。これなんか来そう。うん。インド、ちょっとでも欲しい。ムート、焦がせ。ウッドか。さあ、マジアチで削っていきましょう。で、エリババは警戒かな。まあ、結構コスト使わせてる。さあ、ロケオ厄介だな。いや、全然あるよ。正直、両サイ削りたいけど、ぶっちゃけ片サイドでもいい気もする。うん。さあ、ボンバーがね、俺的にはきついんだよな。さあ、この真ん中マジアちゃんも強いんじゃない？いろいろ抜けそう。いや、しかも相手逆だ。でかい。え、これ来たかい？しかもこれ、めっちゃいいファイボ、多分。すべてが、事故れ。いやー、でも待って、エリババの受けがきちい。いや、待って、マジアちゃん、ナイス、マジ大好き、お前。本当に、よくやった、見てない間で。マジで、気づいたら入ってましたね。あとは僕がずっと左側にユニット展開してて、最後だけ右に変えたから、それによって相手の、なんかね、ユニット、エリババかな？ドリルに出したのミスってましたね。いや、でかいですね。よし、ダンタン行きましょう。グラビティよろしく。俺の記憶が正しければラバル。しかも、ババサンガゴとかをよく、ババ墓石とかを使うような人なイメージがあるけど、わかんないですね。なんかグラビティってラバルだった気がするんだよな。今んとこラバル感あるっすよ。ファイブザップ。さあ、ラバ来ましたね。これ、どうなんだろうな。ドリルで詰めちゃえばいいか。さあ、で、マジックアーチ。インドラでね、僕は防衛したいですね。これどういう防衛を見せてくれるんだ？ああ、バルキリーか。バルキリーもなんか、久々に見たっちゃ久々に見たっすよね。このラバル型のバルキリーはね、あんまいなかったですからね。さあ、これはマジックアーチャーが処理されるものの、ここで回収できるので、ちょっと多少ダメージを受けてしまうんですけどね。逆サイバルに来たらファイボで守れるよっていう。今、バルキリー咲いたんで、陸が、まあ、墓石なのか、何なのかっていう話ですよね。ぶっちゃけ。そこはわかんねえからな。変に攻めるのも難しいですよね。あんまりなんか、アド取られるのも嫌なので、まあ、そこそこに攻めて。基本的にラバデッキやっぱ陸が薄いので。やべ、変なファイブした。いや、マジで変なファイブした。絶対いらんかった、これ。絶対いらんかった気がするけど、まあ、バルキリーを咲かせられたから、ここで、相手は、何で対応してくるんや、これ。インドラかメガゴ、あ、メガゴですね。これ絶対メガゴで来るな。で、メガゴにインド出したら、みたいな。どうせそんな感じなんですよね。だからまあ、メガゴ来ても、ムーとかね、タワーの竹取ってくれる論。よし。で、ドリルがぶっ刺さる。を祈って。おー、なんか来た。うわー、ファイボザップで守るんですね。いや、でも、そうなってくれるとマジアチ無双するんでね。いやー、これ一本、おられるっすね、絶対。
よしよし、インド。でもアジアチャも出してよな、ぶっちゃけ。さあ、ユウの。いろいろちょっと出してね。三角とかも来そうだしね。ちょっとタゲとか取りながらね。いいファイブだ。うんうんうん。ここタゲ取って、マジアチ欲しいな。ただマジアチで守れるっすよね。よしよしよし。よしよしよし。ダックプリも入ってほしいけど入らんな。で、バルキリーのサイクルがあんまり覚えられないんですけど、相手陸気がきついから、結局。ちょっと積極的に攻めて。いやー、相手の受けもうめえな。今チャンスなんですよ。今本当はチャンスなんですけど、サンガゴがね、サンガゴだな。相手もインドラいるから、なかなか攻めにくい人ですよね。うん。で、ザップとかもあるかもしれないね。ちょっと早めにね。うわ、やばい。いや、これザップ来る。絶対来る。え、耐えた。やつやつ。いや、熱い。マジでいいドリル。マジでいいドリル。さあ、マジックアーチャーで、このドリル、あのゴブリンに巻いて対応しないといけないね。さあ、バルキリー。バルキリー冴えてくる。いや、逆サイも行きたいけどな。よし、これは耐えれる。絶対耐えれる。絶対耐えれる。だから、ザップ打ってこい。いや、打ってこないか。いや、いい。早えな。若えな。何歳。いや、いや、俺のこのマジックアーチャー絶対読めない。後ろから対応してこい。来た。マジアーチャー、もう一発打て。ナイスナイス。おお、オッケーオッケー。でけえ、これ。マジででけえな。これ多分インドラマジエチャだから勝てたと思うんですよ。エレキマザニクだったら多分負けてたと思うんですよね。いやあ、次で81届くか届かないかですね。さあ、おボブザロック来ました。この人はね、世界一のロイジャー使いって言われてる KK とね、本当にトップ並ぶロイジャー上手い人ですね。いや、ロイですね、本当に。しかもオーブンロイだな。ランバーベビーメガゴか、まあ、イリババベビーメガゴとかのロイジャイファイボだと思うんですよね。いや、高めか出しよかったかな。どうせファイボ取れそうだな。よっ、違う、ライトなのか。あ、なんか僕が人気デッキだと思って、わ、インドラ嫌だなっていう怒りスタンプかもしれないですね。あえてインドラがね、ちょっとだけきついようなデッキになってるから。でも LSP がね、あると思うんですよね。僕の記憶的には。これでもランバー咲いたからな。結構熱いっすよ。これもういっちゃっていいんじゃない？インドラ相手きついし、絶対。そう、ここでインドラがメガゴ、ああ、いい LSP や。しかもベビードラ。いやー、防衛もね、うまいっすよね。間違いなく。このマジアチちょっと違ったかもしれねえな。ちょっとどころじゃねえな。絶対違ったかもしれねえな。これでベビードラに溶かされちゃうからな。結構もったいないマジアチをしたかもしれん。まあ、もったいないな。ライトニングなのかな、どうなんだろうな。ちょっとむずいな。でも相手はね、そこまで檻の受けが優秀ではないからさ、ちょっと頑張りてえな。この200ダメも痛えな。多分ケツロイとかなのかな、わかんねえけど。総分のダメージ嫌ですよね。いやー、アドやばいな。マジで。怖え。これもううめえ人ね。マジで。意味わかんないぐらいうまいの、ロイジャイ。来ますよ、こういうの。で、これ多分、LSP で絶対感電されるから、後ろからでって思ったんですけど、ライトニングとか飛んできそうだな。うんうんうん。まあこれはね、しょうがないダメージまである。まあこっからですね。さあ、これは？うお、LSP。いや、いい受けだ。多分ドリル飛ばすだけ強い気がしますね、僕。あとベビドラ厄介だからな。マジアチャであとオーブンも壊したいんだけど。うん。インドラ、LSP ライトニングとかちょっと怖いですよね。で、変に右下にムートとか出したら、ほぼ角でライトニング打たれます。うん。絶対でそれ狙ってるんですよね。ユウのとこはいいね。で、耐えてあげて。これはいい、いい受けじゃない。しかもなんなら、ランバー咲いたね。いやー、マジか。めっちゃいいライト。相手もダメージ勝ってるから、ここで攻めてこないんですね。いやー、で、このランバーに、いや、いい。マジか。いいライトすぎるな、今の。あれ、ちょっと予想できなかったな。でも、ライト打ったから、マジアチャ。で、檻あるから来ないでしょ。
で、ランバー咲いたからムートも刺さるけど、タルもあるからな。さあ、これちょっといっちゃいてやな。いや、いい。俺の、いや、いい、いい、いい、ナイス、ナイス、ナイス。刺さってる、刺さってる、刺さってる。刺さってる、思ってる、刺さってる。これマジアチで見えちゃうかな。で、逆再許容からの。うわー、それうめ。いや、終わったっすね。いやー、これはね、相手が上手いし、僕も良くねえのかな、多分。その、いや、耐えろ。耐えろ！いやー、マジか。平井心。平井心。平井心！今の相手のね、ランバロイはバカ上手いっすね。その、これがね、上手いな。やられたな。俺が言うので延命しなきゃよかったな。なぜなら、相手はそこ、ね、まあ、僕の別に端前マジアチを全部無視したとってタワーがおられないんですよ。で、なんならマジアチの言うのを僕追加しましたけど、あの言うのをもう多分無視しても、タワー折れないんですよ。というのもまあ、LSP で一回受けれたんで。だから相手は、マジアチャと言うのを、LSP だけで受けたらタワー残るなって分かったんですよ。じゃあ、今までの間に攻めちゃおうっていうので、ランバーロイをね、あのタイミングで出してくる。いや、うまいです。普通だったらね、絶対こう、ランバーで受けたりとか、防衛してくるんですけど、そこ分かってましたね。相手の、俺の攻めがタワー折れない攻めっていうのを一瞬で分かって、その上で、じゃあ俺があなたのタワーもらいに行くよっていう始まりのね、攻めですね。あそこはね、ちょっと、相手が上手いけど、それに勝つってことは僕は言うのを追加したらダメだってことですね。マジで延命したいんですけど、するならもう本当に2枚3枚行ってタワー折りに行かないと、あれの多分中途半端なただの削りだけになってしまうと、もう許容でね、抑えられて負けてしまうので、いやー、神判断だな、相手。いや、結構勝てそうだったからこそ悔しいですね。カールドレジェンドもラバルですね。で、多分、またババ墓石とか、墓石ダックプリとか、バルキリーとか、多分そういう感じのね、ラバルだと思うんですよ。ファイボザップの方だと思うんだよな。さあ、タルババでプレッシャー与えていきます。プレッシャーになるのかな？縦の戦士。縦の戦士ってことはドリルの受けがなくて、ここにもしババを使ってくれたら、僕逆サイムートで。いやー、ホラファイブっていいでしょ。いやー、まあまあ、ザップか。いや、縦戦の方がダメージ受けるって、そんなことある？まあ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 。ザップ、縦戦、使ったのか。まあまあまあ。縦戦と何だったっけな。記憶がマジで。メガゴーもいたな。これ言うの単品とかちょっと怖いよね。さあ、逆サイドに僕はちょっとプレッシャーかけて、インドラだけでラバーを守れると理想だなっていう感じなんですけど、あのメガゴはね、最強すぎるんだよな、マジ。これ。まあ、いや、ナイス。避けるけど、みたいな。まあ、ここはね、早めに溶かさせてもらって、かな。で、ちょっと、インドラ、気持ち延命したいパピー。さあ、ここはまあ、インドラがね、いい感じにやってくれるでしょう。で、ドリルも飛ばし、ちょっと攻めたいね、積極的に。このスケダラダメージ痛えな。いやー、左から殴ってくれよ。で、縦の戦士ですね。このゴブドリに対しての超優秀、縦の戦士を僕はこう、どう攻略していくかっていうのが今回大事かもね。で、ムートだとメガゴは合わされちゃうからな。僕でも1本折れたら結構有利な気がするんだよな。1-0 プラン割り。いや、これ縦戦されてから絶対止まんなくて。なんとなくマジアチャとかも出して。さあ、追加して、もう攻めて攻めて攻めまくって、あれなんですよね。インドラだけで早く倒したい。ここ。いや、マジアチないっす。一応バルーンもあるからね、俺。マジアチ残ったりしね。残ったりはしないか。さあ、こう、ファイボでいい感じにノックバックさして、逆サイドのタワーも誘って、おっきょくないっす、ナイスナイス。さあ、ケツラバ来た。ここはちょっとだけ突破できると嬉しいけど、メガガーゴールでマジアチ行かれるのか？無視か。いや、マジアチがいい。いや、エッチなファイボだな。いや、エッチの檻。これ逆サイ誘導して。いや、逆サイ誘導も分かってるのか。天才か。
悪いに来そうだな。マジで残れよお前。マジかよ、何やってんだよ。さあこれ防衛ファイブできるんで攻めちゃって、縦線サイトでしょあなた。いやーこれ攻めザップ打たれたら終わるっすね僕。いや防衛ザップ使ってくれた、熱い。オッケー、これ今の相手に我慢されて攻めザップ打たれてたらワンチャン時間差で負けてましたね。いやでけえ。さあ次勝てば81、届くか届かないかですね。勝ち切りたいですねここ。さあよろしく。インポッシブルルマケさん、いやわかんねえな、初めて見ますね。デッキはまあ流行りの、こういうゴブドリ系とか、まあ、ロイジャイエレジャイとかはね安牌でありそうですけど、うんー、なので様子見で言うのからいきましょうか。タルババは一応ゴブドリ受けにね取っていきたいよねっていう。ネクロちょっと待て待て待て、ネクロ、えジャイスキャラとかネクロマジで見ない、本当に何年ぶりに見ただろうな。あージャイスキャラっすね間違いなく。ちょっと嫌な、いやファイボが確かも、いやーデッキがわかんねえ。いやーファイボ嫌な目か。いやでもでもでもみたいなとこない、でもでもでもみたいなとこあるっすね。だってファイボ嫌な目だったらインドラ無双するでしょ。うん、でまあ間違いなくダークプリーとかがあると思うんですよ。でスケルトン部隊とかいると厄介だよねっていう感じかな。で多分スケルトンラッシュだと思うんですよ。じゃなきゃジャイネクロだけだとディガーではない気がするんだよな。ワンチャンゴブドリもあるけど。さあダークプリー使ってくれましたね。いやこれ俺からしたら美味しいね。で次のタルババぐらいを回して守りたいですよね正直。あーいたやっぱり、やっぱりいますよね。でもこれ陸2枚咲いてるんで今ここ行くとジャイ受けとかしかできないんじゃないって、これ行っちゃっていいっすね。行っちゃって相手にユニット咲かせつつの、なんか陸来たらやだね。インディインディ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 インディ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 、さあまあ一体ネクロを合わせてくんのか。さあここマジックアーチャーよく頑張った。であそこのネクロ生きるのはまあしょうがないんじゃない。ファイブとか来たらえぐいけど、よしよし。あれああいうので走らせてんだけどさ、走らせる必要もねえのかな。延命されたら怖いよねっていう。いやーマジか、うわーマジか、やっちゃった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 、やばい、これファイブとか打たれたら怖い。いや頑張れマジで頑張れ、いろんなユニット頑張っていろんなユニットもっと頑張れ。いやー意外とエムート残ったら熱いけど見えねえ。いやスケルトン部隊だなこれ、相手のスケルトン部隊よ。僕はどう守っていくか。あー、で、防衛から入ってきたな。ちょっと助かるな。で、ね、ネクロもえぐい嫌ですね、僕からしたら。あ、マジか。いや、ここで逆サイド来ましたね。まあ、一応、タルババがあるので守れるんですけど、ここで防衛のね、タルババをこう使ってしまうと、相手のスケルトン部隊を突破できないんですよね。っていう、だから嫌らしい攻めなんですよね。もう僕のタルババとかマジアチャが枯渇しちゃう。しかもネクロマンスター。いや、これマジか、勝ちてえのんな。スケルトン部隊を攻略するのがなかなか難易度鬼だな。ちょっとマジアチャで抜きてえな。うん。いや、延命しとくか。耐えれる。耐えれる。となると、マジックアーチャー端前欲しいな。マジックアーチャー端面欲しい。まあダックプリとかで受けられるかもしれないけど、いやいいインドラすぎる。いやでもいやいやワンチャル、マジでワンチャル。陸を咲かせたい、陸を咲かせたい、陸を咲かせてゴブドリゲーミング。いやマジでるマジでる。でこれ射抜くんですよ。ジャイのコストが回んなければ熱い。いやマジでる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 。本当にマジックアーチャーが奇跡を起こせる。君は才能しか持ってない。ナイス。スケルトン部隊来るな。でもここでもうせめて俺がね、マジックアーチャーナイス。ああ、いやこれスケルトン部隊そのマジックアーチャーで射抜きつつダメージも稼いで、でダックプリーとかインなんか咲かして、いやー一回相手マジか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 、これドリルファイボーでワンチャン神ゲーミングしていいですか。これ耐えるんですよ絶対。えワンチャルマジでワンチャル。いやなんで耐えないの、なんでなんでだ、マジか。ダクブリームーといて、タワーの竹もあれば、スケラ耐えれると思ったんですけど、タワーもしかしたら、
インドラ殴ってたかもしれないですね。マジか、めっちゃ悔しいね。というわけで、ちょっと今日はここまでになるんですけど、今期ね、本当にトラ上げ頑張りたいと思いますので、皆さんもぜひね、頑張ってみてください。では、終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、大塚ちゃんでした。またな。